活性にダメんじゃねえぞ。日本はアカデミー賞だ。今日5万とか6万負けたらさすがに僕インターメディアに請求しますよ。せめてゲームは考えてこい。あ、ある頼む。やったー。あ、まだある。99ゲームほら。あ、本当だ。わあわあわあ、ソーシャルディスタンスが落ちました。初めての共同作業。にゃ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 はい。1枚札出てきた。にゃ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 言ってたら2枚目です。2枚目、計4枚目。まあ、でもこっちは一応特訓じゃない、対決いきますよ。そこで当ててくれれば3つ目の対決かな、これは。あー、まだな、お願いします。あー、対決3つ目のだ。まだちゃんは勝って、まだちゃんは。ちょっと今、伊達英二出たね。まだちゃんは勝って、ピッコロドンピョンやめて。頼む。うー、引くぞ。ハサミ打ちベルを引く。うわー、引けない。頼む。よし、いた。あー、引けない。外れた。なんでだ。あ、また通常ボーナス。めっちゃハモった今。ゴスペラーズかと思った今。番長打ちながらゴスペラーズがおった。通常ボーナス、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 通常ボーナス。すごい願望がもう口に出ちゃってる。いや、でも通常ボーナスでしょしか考えらんないよね、うん、だってチェリーとかチャンスも引いてないでしょ。多分さっきのもう写真撮るぐらい激アツです。あ、今のパターンは、今のパターンはレビンさんだったらプロテイン飲んでる。もうあそこでも巻き舌で通常ボーナス。いきます。ほらほらほら、あ、これで次のゲームまた近畿になるんじゃないの、ね、ないのないんだね。さお第一次回予告ない。あー、ラグビーね、はいはい、いいの出たね。ほら、外れなのに3人タックルした。インクオスロス。はい、401ゲームいきますよ。おめでとう。足、ほらー、2回目。2回来たらもうだよね、さすがに。赤7でございます。MB チャンスも、あー、もらったの。よかったね。よし、単発は免れたかな。あるでしょ。はいはい、あれかわされてる。はい、次かわされてるね。あー、でもあのゲーム数が長い。はい、バッカモー。あーちゃん、よーし、大事よこういうの。出る13個か、ちょっと弱いな毎回。どんなもんで出るんだろうね。いや、またベル40だ。30に超えちゃった。深いね、これ通常時。はい、これ通常時。5だな。6はないですね、これね。
お、よっ、チェリーからの速い相撲ばっかだな。よっ、よしよしよし、うーん、よっ、お、深い、いやー、もらった、やっと勝った。よしよし、繋いでいこう、繋いでいこう。ボタンゼロ、ボタン、俺さ、はい、ここ数回さ、はい、何にもできてないよ。気づいちゃいました。最終盤も回避できないし、実戦でも何もできないし、お金を出してくれてるだけでありがたかったんですよ、僕は。ところがどっかに今回お金も出してないから。でこうやって財布盤が久しぶりに入れ替わったでしょ。でこの入れ替わったことで何か変わってくれればという化学変化がね。そうです。ちょっと煽りが弱いか。いやー、いった、よーし、ここものにしよう。さきちゃん、地獄の通常時間。諦めんな、まだ早い。ある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 、よし、チャンスアップ狙いよ。いや、引くもん引いたやん。1ゲーム目がいいんでしょ。そうです、1ゲーム目に行けば 40% です。結構あるな。そうなんですよ。あと4回の根性が足りんかった。いやいや、続くって。まだこの台ループ1回もしないですからね。弱い、かっこいい。いや、出んじゃない金閣寺。あー、出ないか。364枚でした。お互いきっかけは掴んでるからな。掴んだこともあったからな。どっか行かせてればシャラぐらいに持っていけてもおかしくないような感じだったんですけどね。マジちょっと今日は申し訳ないですわ、本当に。できなすぎてる。チャンスをもらったにもかかわらずこの低たらく。なんとか追加投資なしで耐えれるかな。自衛隊オース番長、はい、あー、メンコ。それが通常ボーナスだと、むしろ俺打たない方がいいまである。あのクランキーあるんで。セレブ、はい、得意のクランキーかな。80ゲーム。おー、まあまあでも、まあまあでも当たっただけ。まあまあでも、まあまあ、あ、絶頂涙。え、あ、紫だ。いや、裏モードってことはないだろうから、天国スタートかい。いや、これだから期待したいのはそれこそ絶頂対決ですよね。ほら、温泉行け、温泉、温泉行け。温泉あるぞ。行った。本当に5なんだ。うわ、きっと。鏡、勝つのは勝つとして、いや、まあ勝つでしょうね。勝つのは勝つとして、この後だよね、大事なの。ほら、もう勝ってる、勝ってる。勝った後だよ。赤、白、イエー、違うんだ。いやー、行かないんだ。くそー、コイン借りていいですか。ああ、3枚来た。3枚はこれ以上お金を使わないでという意思表示で、強い気持ちが伝わるでしょ。分かる。3枚
っちゃって。おーし、今回ベル15、今までの中では取れた。よし、しかも対決した。さあ天国へ、天国、必死に稼いだコインをください。切なか。こっちも言うのは、はばかられるのは、 MB 言うまでもないっちゃんね。もう相撲でも、相撲でも勝たないと追いつかん。くそー、テルスピードが速いんだよな。休憩失敗してる。弱いんだからって。ほらひどいっすよ今日のこいつ。ループせんな。452枚。おお、いたいたいた。いやー、よかった。やめたし。いやー、中は、中は、マリオさん、中です、中。得意の中です。絶対得意です。中は勝とう、中は勝とう。中は勝とう。お、ある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 。勝ってる勝ってる。あー、やった。やった。いやー、主体揃って ARP だ。いやー、よかった、当たった。175ゲーム。戻ったコインで当てました。よし。まだ全然プラス狙えますよ。終わっちゃった。544枚です。大丈夫、こっちが続けるから。なぜ生きているのかを。合作だ、合作。心の叫び。本当、なんて言ってんだろう。こんな辛いことばっかなのに。確かにな、辛いこと10回あったらいいこと1回ぐらいだな、言ってるって。いや本当そうですよ、ね、働いてんのだって生きるためですよ。おかしいじゃないですか。1ゲーム大事ですよ。集大決だからね。よっしゃー、全然いけねえ。おい、いいかげん勝ってよ。もう対決、いいかげん勝ってよ、マジで。いや、1ゲーム早かった。でも よし、リンゴした。よし、1ゲーム目。それはさすがにカッパーでしょう。今コピーした、コピーした。プラス。いやー。よし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 。間違いなかった。オーケー。いやー、ありがとう。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ギリギリで繋がりましたね。実はもっとラスト1ゲームで。かな。これがチャンス目になれば。ダメだ。おお、続いた。じゃあいたってことか、最初に。有馬さんの方がようループ取りますね。ね、
た瞬間、これは外せないぞ。絶頂いけー、全6じゃ芸がないからっつって、なんかここで MB だな。その息、その息、その息です。死なれよ。いやーきつい。あーどうなのこれ、早い、やめてー、面目ない。まだいてくれ。おお、いた。謎の走行してるうちに対決勝って。お願いだから。いやあ、ダメ、あかん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 、やったー。いやー、いてくれ、謎ストック。ないか。いやまあこんなもんなのか。490枚、本日最大枚数ではあります。あー、勝ちない。いや起爆剤が欲しいな。残りもう時間まんまないですからね。まあいいですよ、今日はもう4万捨てます。こんなこと言うなよ、4万捨てる。悲しいこと言うなよ。もうだってもうあと5000ずつ買いで4万ですよ。そう、まあそれは否定しない。すごい。ああ、しかもここで引いてる。お見事、お見事。そうだね。可能性高い。お先に217ゲーム。あ、夜だ。熱っ。熱っ、熱っ。え、また通常ボーナスの可能性もありますよ。今ベル4回。あら、対決一応行ったか。 J 回、おー、スバーンチョー。いや、バドミントン。え、そんなことある。よし、開けた。大丈夫、大丈夫。通常ボーナスまで行ってたのに。今の何の対決。58枚。ふちゃん、これはその救済なのか。助けて。それとも単純に分かんない。分かんない。分かんないけども1000枚出ればいい。理由なんかどうだっていいんだよ、1000枚出れば。
な。こんなもんか。ワンセット80枚ちょっと、90枚ぐらい考えたら。よし、当たった。ありがとう。よし、ベル2回取った。当たったって、押し順が当たったっていう。あ、そういうことか。なんだ。よっよっ。おー、当たってる当たってる。目光った。とよし、チャッピー大相撲を制した。おお、657ゲームです。あ、まだここか。658ゲームです。さあ頑張ろう。よし、まだら。で、ここで MB、MB。よし、ひっくり返る、ひっくり返る。くそー、これラグビーだったらな。あ、食材調達だ。おー、引いた。あー、もらっただろう。オールベルよ。いやー、青か、青しか出てないな、今日。こういうところでやっぱでかいの取らないとダメなんでしょうね。まさに自利品ですね。渡して渡された。ずっとちょっとずつ渡してるよ。なんかしんどいって言って奮い立たせれないしんどさです。そうだね。何がいけないのかもよく分かんないんだよな。ゲームです。ゲームに決まってんだよ。今日はもうそれが全てです。そうですね、あなたの場合そうですね。もう今日のゲームね、もう2人とも6の指定台とかじゃないとやっちゃダメ。負けたら自分たちのせいよっていう状況なら、まあ、甘んじて受け入れます。あ、メンコだ。いや、ちょっとこれはちょっと落とせねえな、これは。マジでお願いします。もう本当にそろそろ大爆発してるわよ。お願い。そうだよね。うわー、やった、やった。大丈夫、さすがにそれは大丈夫、大丈夫、大丈夫だよね。よし、あ、もう大丈夫ですね。早かった、106ゲーム。当たりはそれなりに引いてるよね、2人ともね。そうですね、まあ、お互い2連とか3連ばっかするんで、ね、で終わりました。終わっちゃった。138枚。なんだこれ。でも俺らもさ、はい、バンバカの端くれじゃないですか。いや、こんなとこで諦めたらダメだと思うんだ。え、マヨさんバンバカでしたっけ。いや、俺らバンバカでしょ。いつやめたんすか。次の対決じゃないですか。あー、2ゲーム連続。イエーイ。あー、3ゲーム連続当たりました。35ゲーム早い。あ、36ゲーム引き戻し。いや、わかんない。そういうの別に求めてないんです。バンバカそういうのじゃないんです。バンバカって伸ばすんです。とにかく出す。そうです、バンバカそういうの。さあバンバカ、さあバンバカ、バンバカのバンバカたる遊園をここで見せますよ。ほら、引いた。本当だ、ね、軽く引いた。そのぐらいじゃやっぱ必殺は使わないんですね。そうです、疲れちゃうしね、必殺は使いすぎたら。あと効果も弱くなる。わー、マジで勝ってる。来た来た来た。
バンバカ、オスバンバカ来てるなでしょ。継続してほしいっすね。ただね、ただ3セット以上だっけね、これ、ないと思うけど、いけー、おー、いったなんでだ。たまには何も言かずに勝ってよ。もう、ふざけんなよ。まだ続け、なんでや、負けるんだよ、もう。お、太い、思わせぶり。どうしますか、フランキーセレブレーションでぶっこ抜いていきますか。そうですね、すげえ吐きが出て13まで回しちゃったんで17まで見ていいですか。見なくていいです。見なくていいですか。みんな見たところで。よし、じゃあちょっと勝てる台にゲンズのために行きますわ。これ打ちましょう。1300ゲームで7の3、130分の1で当たってる台。ちょっと番長打つ時間がもうあんまないんでセレブに来ました。軽いボーナス確率を生かして1回でも多く当てよう。ちょっとでもいいから継承にしてあげよう。なんだったら勝ちにつなげよう。あら、まだある。すごいね。80% とか取ってるんじゃないですか、これ。あ、 80% ループ。はい、そろそろないだろうと思ってたら、まさかの、まさか高設定の方がそういうのって取りやすいんで。あれ、この出目ってどうした。いや、なんかチャンスチェリーじゃねえかなっていう出目が出たんですけど、やっぱ高設定でなんじゃない。チャンスチェリーならこの後達成大臣出てくるから分かるんですけど。あ、違いましたね、普通のチェリーです。いやいやいや、まだ分からん。あ、対決いった、対決いった。え、これが確定対決なの。あ、そう、そうだ、マリモさんチャンスチェリー引いた。多分さっきのそうですよ。え、チャンスチェリーで当たったら結構いいループそうとかあるの。いや、ただただもらえるだけじゃないですか。当たりを、ほら黄色だ。おお、あ、絶頂ナビ来た。え、あー、ループ取った、ループ取った。おめでとう、おめでとう。あー、1回で終わっちゃった。いや、でも裏でループしてるかもしれない。まくれないかな。見えてきたね、ちょっとね。とりあえずこの台は今もうチャラぐらいまで今戻りましたね。あとは私だね。そうですね、マリオさんが500枚でいいです。クランキーで500枚回収してくれれば。わかりました、プラスが見えます。任せん試合、任せん試合。まだな。いやー、MB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  来い。よし、いやー、ある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 。相撲で返し亀 MB ですよ、マリオさん。やれるじゃん、やれるんじゃない。これは取れるんじゃない。 MB2 回目もう行ったでしょ。いや、頼むよ。いったいった、4ゲーム行った。あー、よかった。いや、え、あー、びっくりした。すごいね、流れ来てますよ、これで。だから絶頂ですよ、欲しいのは。絶頂が取れん。
でここでもうまくらんと。よし、ベル17個取れた。十分十分。はい、よーし、当たった。いやー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 のリーチ目です。あ、そしてビッグです。いやー、あ、違う、ベル。年金成功です。青七ダオ500枚いきましたね。500枚いきましたね。いただきました。もう500枚は持って帰れますね。ハーレーが来た。ハーレーが半個以上。あー、しかもチャンスが来た。 MB から、イエース、チャンスペット乗せた。うまいね。ナイスタイン。あれ、これいっぱいあるやつですよね。いっぱいあるやつ。あのおじいちゃん、じいちゃんでもしょ。じいちゃん鋼鉄だっけ。じいちゃん画面みたい。7日目に5個とかあるんだっけ。とりあえずサマイは食らいそう。チャラにはなりました。マリモさんが500回収してくれるとしてチャラにはなりました。減らせない。合遊格ゼロは免れましたと。あ、当たった。おお、すげえ当たるじゃん。スイカ L 字。回収500枚どころじゃなくなるんじゃないですか、ね、あ、しかもビッグだ。あ、下皿じゃじゃ漏れですよ。コインが1000枚近く増えましたね。そうですね。うわ、しかもビッグだ。7ゲームで7揃い。来ましたね。あ、7揃い。今日は負けたの？あ、負けちゃった。 D は負けたって。バチが当たったんですね。バチが当たったってよ。本人曰く何も悪いことしてないってさ。命の次に大事なお金をかけた勝負をあんな適当に済ますからですよ。それは負けますよ。あんなザルなゲームやらせやがってって言ってるよ、いやー、あー、大予告超えてきたよ。超えてきましたよ、時間予告。やったー、5大いや、しかしあなたは本当テンションの浮き沈みが鏡だね、鏡。いきますよ、マリモさん。お願いします。絶頂かかかか、あー、ないか。もうだいぶ出てきてるね。そう、さっきの感じはなんか絶頂出てきそうな気がしたんだけどな。まあ、よかです。やめます。こちらは、はい、一箱、はい、一箱満タン出ました。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。これで2000枚突破です。先に上がったんでいつもの店内巡回したいと思います。真っ先に目につくのが私が最初、先ほど打ってたセレブ。すごい上がり波です。でも最初からマイナス域になってることもないし、まあ、甘いっていうのもありますけどね。あと、まあ、ボーナスタイプで出てるっつったらバーサスかな。ずっと打ってるんできっと何かしらいい要素があるんでしょうね。モンキーターンが素晴らしく出てます。なんか乾燥されたそうですよ。
番長3の門台がめっちゃ出てます。おなじみの顔が、まあ、めっちゃ出てるっていうか今出始めたというかダグラーはねもうこの角台、セレブも角良かったからもしかしたら角に入れてんのかななんてちょっと思ったり、安定してますね、すごいボーナス出現率言うとすごい安定してる。角がいいのかな、弦の台も角だし、だもしかしてその何台か出ない台がある中でその中に角台が入ってれば最後の一手はそういうところで決めてもいいかもしれません。こちらのお店はさあ1階のパチンココーナー、やっぱり一番台数多いのは海ですね。1パチにもあるし4パチにもあるし、あの昔ながらの本当そんな大きくないお店なんで地域の人に愛されてるというか、そのなんかいろんなとこからこうバーって色押し寄せてくるっていうよりは本当に常連の人が来るお店だと思うんで、こういうまあド定番機種が大事に扱われてるんじゃないかなと勝手に私は思っております。まあ、困ったら海だねパチンコは。どこのホールもそうかもしれませんがこちらのお店は特にお見知りおきください。さあ実践終わりました。ちょっと延長しましたけども、はい、いい延長だね。よかったっすね。いやまさかでもクランキーに行って、うん、1200枚ですか約それぐらい出したね。マリモさんの約半年ぶりの爆発がクランキーとは僕は思わなかったですよあれから僕の番長もこうやって波に乗ってっていう、お二人とも同じようなタイミングでバーっていったよね。そうですね。結果の方はよろしいですか、はい。本日投資が1564枚、46枚貸しの34本です。あ結構使いましたね、はい。で回収が、はい、3478枚、プラスの1914枚でございました。2000枚ぐらいのプラス。いやいやよかったよかったよかった。アイドル風誰に手振ってんだよ。いやよかったですよ勝ったのはよかったですよ、ただねもうこんな悲しい財布版はもう今日で終わりにしないといけない。こんなの子供たちに残せないよなるほど。どうですかあなたの未来の息子さん娘さん、こんな形で財布版になったら胸が痛むでしょ。ちょっと待って、そんなに財布版やるケースないよ世の中。まあでもこれで一旦とりあえずマリモさんの財布版リセットされましたからね。そうだね。でもやっぱなんだかんだやっぱ最後に来んだよな最近バーってこう波がさ。そうですね。まあその動画としてはありがたい限りですけどね、最後のにバーっていくっていうのは思うんですけど、はい、いい番組って、はい、結局最後に来るんですよ。あなるほど、そういうことか。そういうことなんです。じゃあ今朝話しかけてくれた人もこれでジャンバリじゃなくてそうおまとこだって認識してくれましたから、ね、DMM の番組だってことぐらいはもう認識してくれると思う。あよかった。いや僕ジャグラー会あたりからおまとこやべえなと思ってたんですけどよかった大丈夫です。ちょっとずつやっぱりそういう、まあ、戻ってきました。まあ僕らのね、その打ってる時のトークを楽しみにしてくれてる方もいらっしゃいますけど、ね、やっぱこう出玉の波もある程度欲しいですね。見せないといけませんからね、はい。まあ、そういう意味じゃ良かったですね、さあ今回はまあなかなか派手な結果に最終的にはなりましたんで、はい、この勢いで次回もいきましょう、はい。はい、では次回もお楽しみに。ありがとうございました。さよなら。さよなら。